デイビッド・ワグナーは、ドイツ・ヘッセン州、トレーブール出身の元サッカー選手、元アメリカ代表、現サッカー指導者。現役時代は、ブンデスリーガの各チームを渡り歩き、シャルケレイ4や1、FSV ・マインツレイ5などでプレーし、2部リーグでもプレー。2006年に現役を引退した。2011年7月、マインツ時代を共にしていた、ユルゲンクロップの誘いを受け、 ボルシアドルトムント2の監督に就任。2015から16シーズン途中まで監督を務める。2015年11月5日、イングランドフットボールリーグチャンピオンシップのハダースフィールドタウン FC の監督に就任。2015から16シーズンは10位で終わったが、翌2016から17シーズンは6位に入り、さらに昇格プレイオフを勝ち上がり、プレミアリーグに昇格させた。 2017から18シーズンは、2015年10月から、リバプール FC の監督を務めるユルゲンクロップとの指定対決が実現。2018年5月8日のチェルシー FC 戦を1の位で終えて、トップリーグ残留を決め、試合後には、選手、スタッフから胴上げされた。2019年5月、シャルケレイ4の監督に就任。 2019から20シーズンの前半戦はわずか3敗と、好調だったが、後半戦に入って、急激に失速。第19節から、新型コロナウイルスの世界的流行による、約3ヶ月の中断を挟んで最終節まで16試合、未勝利とクラブワースト記録を更新する。2020から21シーズンは開幕戦で、バイエル・ミューン編に0の8で大敗を喫し、 続くベルダーブレーメン戦に1-3で敗れた後、解任された。2021年6月10日、BSC ヤングボーイズの監督に就任した。父がアメリカ人だった関係で、1996年から3年間アメリカ代表でプレー。しかし、1998FIFA ワールドカップのメンバーには未招集に終わった。ありがとうございます。